この日のお品書きです。この日は朝から会社でした。そのおかげで頭は仕事モード。昔は毎週土曜日は仕事の日ってくらいに通っていましたが、最近は休みの日に会社に行くことなんて皆無でしたから、なかなかにストレスです。ただ偶然にもこの日の西部緑地は県の合宿があるとのことだったので、合宿のお昼休憩に向けて競技場に行けば良い感じで練習ができると思っていました。結果的に昼前に行ってみたら合宿らしい合宿もなく、普段の土曜日の競技場が待っていましたけど。アップでちょいと強度を上げて 120m を走ったら見事に行きかけました。ゆっくりロングスプリントの体勢は随分とついてきましたが、少し速い動きを意識しただけで空も飛べそうなほどに気持ちよくなりかけます。しかも体幹ブレまくるし、ハムがきしむし、練習ができる程度には回復してきましたが、レースに出るのは厳しいですね。レースに出たら頑張ってしまう性格なので、そこに待っているのは肉離れか筋膜炎でしょう。これだけは絶対に避けないといけません。まこっちゃんとノブのスタート練習を見守りながら息を整えて、大会に向けた練習は諦めてロングスプリントの継続です。ゆっくり 300m と乳酸を貯めた後の 100m です。このペースで走っている分にはアキレス腱も機嫌を崩すことなく良い感じです。毎回治っては再発を繰り返しているので、今回こそしっかり治したいところですが、これといった決定打がないだけに、この後スピードを上げたら再発しそうな気がしています。今シーズンはこのまま終了となるので、冬季練習でじっくり体を作って、来シーズンに入るタイミングでしっかり見極めですね。 100m で11秒台のスピードは必要ですし、ハードルの衝撃にも耐えられる体作りが必須です。 400m ハードルを走ってもちゃんとトラックに帰ってこれるよう、しっかりと体を作ります。もちろん 300m を基準としたお品書きで、物心ついた頃から陸上競技を通して学んだこと、ありたい姿を見据えて現状をしっかり把握し、そのギャップをどう乗り越えるか、問題点を洗い出し、必要なリソースを確保し、計画を立てて愚直に積み上げていく。陸上競技から学んだことは社会人になった今でも魔人の礎になっています。さて、47歳初めての 300m トライアルは41秒3でした。アキレス腱に痛みがない状況でこのタイム、なかなか厳しい現状ですし、ありたい姿とのギャップもかなり大きなものです。この課題を乗り越えることができれば、新しい景色を見ることができるのかもしれませんね。